はい、佐藤あやみです、今回はこちらシビックタイプ R、 イエーイ。ただいまですね、エンジョイホンダに遊びに来てるんですけど、こちらタイプ R を見つけたので、ちょっと内外装を撮らせてもらおうということで、内外装めちゃくちゃですね、もう本当にやっぱかっこいい、タイプ R マジで欲しいと思うぐらいめちゃくちゃかっこいいんですけど、はい、こちらをレビューしていきたいと思います。楽しい。はい、じゃあまずフロントから見ていきたいと思います。まずもうほら見てここね、はい、もうかっこいいんだけど、やばいよね、本当にかっこいい。はい、こちらのグリルもですね、まあこんな感じになっていまして、はい、赤のホンダのロゴとこのタイプ R っていうロゴがたまんないですね。もうめちゃくちゃかっこいい。やっぱこの黒と赤と白のコントラストが本当にかっこよくて、この切れ長のヘッドライトもめちゃくちゃかっこいいし、もうきらめいてますね。夜とかめっちゃ綺麗やもんね。新型シビックめちゃくちゃ本当デザインもちょっとかっこいいけど、可愛らしさも兼ね備えたような、ちょっと私的には犬っぽい感じに見えるんですけど、まあ結構ホンダのね車って犬っぽさがあったりするのかなと私は思ってて、個人的にね、はい、そっち系のね犬系のお顔なんですけども、犬系男子みたいな感じでめちゃくちゃかっこいい。やばいよね。私のお気に入りはこのテールからのここのぶわーっとこう流れる感じの、この横にねこう一直線になってる感じのこのフロントマスクがめちゃくちゃ好きです。いかついね。やっぱこれは欲しくなりますね。タイプ R は私乗ったことなくて、シビックのマニュアルは乗ったことあるんですけど、新型シビックのね、なんですけどタイプ R はないので、走りがどうなのかなっていうところがめちゃくちゃ気になります。はい、そしてこちらホイールですね。ホイールはこんな感じです。はい、ここもさ、なんかこのキャリパン赤のカラーとこのロゴの赤のカラーのこの色の統一感が本当におしゃれ。洋服も3色っていうじゃないですか、そんな感じですよね。それがもう本当にかっこいいですよね。でやっぱ細部までこだわられているので、このサイドのエアロだったりとか、こういうミラーの下だったりとか、スポーティーにデザインされてて、スポーツカー好きにはたまんないですよ。そしてね、私の一番大好きなこのシビックちゃんのお尻、やばいよ。はい、ドーンと。このさ、マフラーやばくない？3つ出てます、3本だし、いかつすぎん？で、ここのさ、個人的にここも好きなんや、このデザインね。この真ん中が大きいのもいい。このもう3つのこの3兄弟のバランスもいい。で、こちらもですね、シビック。これがね、黒っていうのがまた良くない？で、黒で、はい、ここも黒と赤。で、後ろもこういう風に一直線になっているデザインがですね、すごくやっぱこれもかっこいいし、こう、後ろからのいかつさ、威圧感なんていうと、オーラがすごい。でもオーラと言ったらやっぱこのね、ウィングですよ、この。たまらんくない？リアウィングのこれ、もうこれをね、私、抱き枕にしたいぐらい。はい、そのくらいの、この美しいね、フォルム。いやー、最高。この横のさ、ラインがさ、この滑らかな背中のラインからのこのね、どでかい迫力のあるリアウィングが、もうマジでたまらんって感じ。ほんとね、寝るときにね、一緒に寝たいぐらいのね、もう、なんだろう、もう見とくだけで幸せになれるような、この美しさ、最高ですね。ほんと全体的に、なんだろう、バーンと迫力もあるんですけど、でもやっぱこの黒の色味が引き締まった感じがあって、いや、足回りやっぱ黒でまとめると、こういう風に引き締まるから、かっこいいですよね。マットブラックもいいしね。でもこのツヤ感もあるブラックもいいですよね、アロの。いや、本当にかっこいい、マジで。もう興奮しかしてないんですけど。やっぱりこうやってリアルで見ると、本当にかっこいいですね。じゃあ次、続いて内装を見ていきたいと思います。はい、内装はこんな感じです。まずサイドのこちらですね。はい、こんな感じで。内装はですね、新型シビック、まあ基本的にね、ベースはやっぱシビックなので、もちろんね、なんで、まあ大きく違うところはやっぱこのカラフルな赤っていうところではあるんですけど、この前のね、ヘキサゴン的な感じの、はい、こ
このちょっと前のグリルと統一されたようなエアコンの吹き出し口、これめっちゃいいよね。でここにタイプ R っていう風なこのロゴが、はい、入っております。でこれが横にずらーっと長い感じになってて、で、はい、こういう風にナビついててエアコン周り、はい、このねダイヤルめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。くる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 って気持ちいい。はい、そしてこれシフトノブ、はい、これも赤です。で赤のステッチも入ってて本当にかっこいい。はい、でまあ普通にね、普段使いももう本当に全然文句なしのこの中のね収納の多さでございます。やっぱこのさ生地感とかね、やっぱこれが本当にもうステアリングの生地感もだけど本当に中からのオーラもすごい素晴らしいです。そしてこのシートですよ、バケットシートタイプ R ってこう書かれていて、でこれねフィット感がものすごいもうしっかり支えてくれるので本当にスポーツ走行とかの時も全然問題なく体を包み込んでくれるのかなと思います。そしてこのねシートベルトも赤なんですよ。もう最高に派手じゃない？マジめちゃくちゃかっこいいんですけども、そりゃあさ人気な理由が分かりますよね。めっちゃ欲しいな来年 GT がシビックになるということでめっちゃ楽しみにしてるんですよ。こうなんだろう、馴染み深い車がレースに参戦するっていうのがやっぱり乗られている方も多いので、そういう車が GT に出るっていうのがまたね楽しみですね。もう全体的に本当色味がかっこいい。いや車好きの心くすぐるもう内装もやし外装ですよね。外装も内装もですけど派手にしたってそれが似合う、もうすごいかっこいいスポーティーな一台だなと思います。はい、というわけで今回はこちらのシビックタイプ R をご紹介しました。もう本当にかっこいいし興奮しまくりの一台なんですけども、はい、これはねぜひとも試乗してみたいなって思いました。めちゃくちゃかっこいい車なのでぜひ皆さんもですね見てみてほしいなって思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。